さあ森さん、はい、今回は老舗アンギャ、うん、ここすごいでしょ。ねえ、大きな住宅街ですね。これあの木津川市の学研都市、はい、はあ、もうなぎちょっと言ったら京都、はい、奈良、あもう京都のギリギリか、ギリギリもう奈良ですよ。もうここまで来ましたよ、老舗アンギャも、はい、どんな老舗から行くんでしょうか。この新しい街の中に、はい、行きましょうか。森さん、老舗アンギャ。紹介してほしいんですけど、お茶屋さんからつないでもらったタスキはお茶屋さんに返すという、はい、返す、はいはいはい、つなげって言われたんですいません、忙しいところ、次回になりますけども、そちらの方に取材させてもらって大丈夫でしょうか。それはもうあの石原社長のご命令とあれば何なりと言っていただければ、うん、そういうことです。先輩後輩の何か見えない世界を今感じましたけど、うん、よろしくお願いします。はい、喜んでお待ちしております。さあ森さん、はい、田原屋義富の石原社長からのご紹介、はい、福寿園さん、はい、こちら森さん、こんにちは。こんにちは。石原社長、うん、まあ、9代目、はい、ちょっと無茶なとこありますよね、はい、あのその無茶な先輩からの距離で ありがたくお受けしましたのでよろしくお願いします。すごいですね、学研都市の中にこのような立派な建物があるんですね。初めて知りました、あ、 ありがとうございます、はい、もうあれここ来たらもうお茶のことは全てわかると。1990年に、はい、ちょうど当社が創業200周年の折に、まあ、オープンをさせてるんですけど、はい、もっともっとお茶のこと、うん、宇治茶日本茶のことを知ってもらいたいと、うん、いうことで、遊学パークという形にして、うん、はい、今はあの一般のお客様にもご覧いただけるようにしているんです、うん、分かりやすくじゃあお茶のことについて学べるところです。そうです。創業は1790年、完成2年になりますけれども久々の大台ですよ、森さん。1790年って、ちょっとここから東にちょっと行ったところにあの、はい、創業の場所がありまして、今本社と工場があるんですけど、はい、あのちょうど木津川のほとりにありまして。社長で何代目にならはるんですか、うん、あのまさかの石原社長と一緒の9代目という石原社長にそんな気使わんですか。いや、そうですか僕ね、ちょっと今見たんですけども、うん、9代目ね、1952年、まだ日本が高度経済成長の前ですよね。まだまだ昭和27年ですよ。ねえ、うん、6代目が、まあ、私から言うとおじいちゃんになりますけれども、はいはい、が、まあ、京都駅に、うん、で、なんとかその宇治茶を知ってもらいたいというので、うん、だからぜひあのお茶売ってみないかって言われたのが、まあ、始まりで交流を始めたっていう。6代目やり手ですよ。そうそう、6代目。6代目がだから PR 上手なんですよ。そうそう、そうです。9代目ですか、いいもんですよ。これは9代目の時なんですか。あの残念ながら、はい、残念ながら私実は2013年から社長でして、はいはい、残念ながら、あ、どこだ、先代8代目の父親、はい、父親の時にこの時はでも社員ではあったんですね。もちろんあの、うん、サントリーさんとの、はい、まあ、話とかは、うん、全てやって関わってましたけど、はいはいはい、橋渡し、そりゃそうや、もうずっと問屋で始まって小売りでやって、うん、やってきたんですけど、うん、やっぱり給水飲む方が激減されて、はい、で、まあ、この先のことを、まあ、真面目に考えた時に、うん、やっぱりそのペットボトルであったりとか、うん、様々な形でやっぱ楽しんでいただかないといけないと、うん、いうことでけんけんがくがくやってですね、うん、一緒にさせていただくことになったと。これでも画期的でしたもんね、お茶をペットボトルで飲むで、しかも美味しいやつ。そうそうそう、伊右衛門っていうのはあの初代の名前、うん、福井伊右衛門さんが創業してますんで。そういうことなんですか。そうここに、あ、そうなん、ここに、あ、その、あ、書いてある、ほんまや、ほんまや、伊右衛門って、そうそうそう、そうなんです。あ、はい、まあ、我々としてはこう創業者の名前までつけて失敗するわけにはいかないので、あの相当な覚悟を持って、はい、この伊右衛門っていうのは九代目歌おられましたけども、うん、初代福井伊右衛門さんという、うん、福寿園の創業者やね、うん、初代の社長さん、うん、伊右衛門ってそうやってね、こっから来てた、うん、なんとなく昔っぽい名前で伊右衛門ってつけてるのいい名前よね、でもね、伊右衛門ってね、ブランドね、はい、
まあ、ちょっとした博物館、お茶の博物館みたいなところなんですよね。だからお茶の歴史も学べるし、世界のお茶も飲めるんですよ、同じフロアで。あれがね、なんやろね、ちょっと言えんですよね。こちらの福寿園 CHA 遊学パーク、はい、どんな施設なんですか？はい、日本のお茶の文化も学んだり楽しめたりできますが、はい、世界のお茶も、うん、あの楽しむことができますし、はい、本場のお茶も、はい、あの召し上がりいただくことができます。なるほど、はい、お茶のテーマパーク、お茶のテーマパーク、どうもありがとうございます。ワンフロアで。あ、お世話になります。こんにちは。うわ、もうここからアラビアの家の風景、はい、でこれが、はい、アラビアのお茶になります。アラビアのお茶、じゃあご用、そうですね、今日はアッサムという紅茶をベースに作っております。アッサムで聞いたことありますね、言葉では。はい、インドの紅茶です。はい、はい、僕も飲みますね。あ、もう外国の味や。外国いや、ほんまそうです。いや森上さん、正しいちょっと甘くって、やっぱ日本じゃないですよね。そうです。最近こんな状況の中で旅行もない、うん、当然海外行くこともないけども、はい、ちょっと口だけでも今そうですね、はい、イランのイラクに入りました、ね、アラビア圏に、はい、うん、これここ面白いですね。これずっと回ってた世界一周でいいんじゃないですか。そうなんです、簡単な世界一周いやいや、お茶の世界一周でいます。あら、柳田さん、うわいいですね。ほんまチベットやわ。いやー、これ衣装もあるんですか？はい、ありますね、こちらが女性用で、こちらが男性。男性用のやつ、柳田さん、ちょっと待ってください。もうちょっと着させてもらっていいですか？せっかくやから雰囲気出すわ。はい、そうですね、いいな、うん、せっかくやから。うわー、チベットやから暑いね、これ。うわ、真夏やから、まあ、寒い地域やからね、うん、すいません。どうぞお召し上がりください。これ絶対やってみます。はい、これがダンチャーです。ダンチャーを削りまして、はい、バターと塩は岩塩を使って。バターと塩、はい、お塩なんしますね。また大げさ大げさ、森江さん、そんなもん、まあね、お塩お茶に入れることはございませんから、なかなか。チベットの人は、そうですね、お茶はお野菜なんですよね、うん、遊牧民族ですので、はい、だからね、まあ、今ちょっとね、コロナ禍の中なかなか世界とか行ける時代じゃなくなりましたけども、あそこ行ったら世界のお茶5カ国回れますよ。5カ国ワンフロアでね。ワンフロアでさあ9代目、毎回お宝拝見っていうのをしてるんですけれども、はい、家訓がありまして、無性個人という家訓がまあ代々伝わってるんですけれども、はい、意味は声なくして人を呼ぶということで、徳のある人のところには呼ばれなくとも人が集まると、まあ、簡単に無性個人が達成できるわけではないんですけれども、はい、やっぱり徳は積むと言いますので、日々、まあ、精進をしてしっかりやっていくことが大事だという教えだと理解してるんですけれども、商品に置き換えると、まあ、むやみに広告宣伝しなくても、うん、良いもの、正しいものをしっかりやっていれば、うん、自然とお客様の方から手に取っていただけると、広まっていくと、まあ、僕らまだこの世界入って30年ちょっとやんか、うん、まあ、いろんな芸能界ってこんなんあるけども、うん、自分からセールしても、うんうん、放送局使ってくれる時代ちゃうからねいやでも最初はせなあかんからね、その最初はだからもう30何年経ったらもうそんなマネージャー売り込んでもそんな使ってくれへんねん、うん、社長、また宮沢りえさんの横を何とかなるなるか、宮沢りえさんの横を。あ、よろしくお願いします。お願いします。茶畑があるんですね、ここにはね。はい、昔から実験研究用で使っておりまして、はい、現在では観光用としまして、うん、お客様に茶摘み体験を楽しんでもらっております。今非常にね、摘み頃に目が揃ってきております。はい、何が摘み頃かと言いましたら、上の方の、この一芯二葉という摘み方をしますが、はい、1個の芯と2枚の葉っぱ、はい、しかしこれだけではダメなんですね。下の3枚目、4枚目、5枚目が開いてきてます、はい、その頃の一芯二葉を摘むのが一番美味しい、はい、親指と人差し指の柔らかいところでつまみます、はい、そしてポキッとこう、おお、そういう感じでして、ちょっと見せてもらっていいですか。どうぞ。こういう感じで一芯二葉、こうですね、こういう感じで、はい、
これです。これ。オッケーです。オッケーです。はい、お願いします。これ確かに秋山さん機械でね、はい、やるのは見たことありますけども、はい、やっぱこう手摘みというのもね。手摘みというのはやっぱりね、いいところだけを狙って取れますので、はい、やはり手摘みが最強だと思います。秋山さん、はい、お願いします。はい、ではですね、今からこの茶臼を使って抹茶を作るという体験を楽しんでいただきます。抹茶で僕らこの素人がいけるんですか？十分大丈夫です。ほうほうほう、きめ細かい。でも葉っぱ、ね、葉っぱですね。これは抹茶臼で引くための専用の葉っぱみたいなもので、はいはい、専用な、専用の葉っぱがあるんですか？まあ、今日はね、全くゼロからやってますんで、うん、はい、10分ぐらい回すとようやく抹茶が出てまいります。うわ、でももうお茶の香りが、お茶の香りきてる。ここで落ちていって今どんどん引かれてる。お茶の香りね、柳田さん言うように香りが、お茶の香りがもう、もう30秒で香りしますよ、はい、これもっとやっぱり今の現代のね、うん、平成令和のお子さんたちに、うんうん、ぜひ楽しんでいただいて、ね、かかしてあげなきませんね、はい、お子さんたちにって、お子様たちにお子様たちに3回回した時にもうお茶っ葉の香りがね、うんうん、ただあっから10分、まあ、全部は使ってないですけど、うん、しんどかったですよね、うん、全然そこから出てこないやもん。10分過ぎた頃にちょっと出てくる、うん、あ、香りが、森田さん、ん、出てきた出てきた出てきた、ね、出てきた出てきた。香りどうですか？あ、すごい香りすごい、ね、やっぱり細かくなるんや。ここまで細かくなるんや、すごいな。この上の葉っぱの色と出てきた色はまた同じ緑でもこんだけ違うわけですね。はい、椅子薄彦君初めてやわ。もうちょっと地元に根ざしてくださいよ。うわ、出てくる出てくる。すいません、これお願いあるんですけど、はい、これで飲ませていただきません？そうですね、もうそろそろ結構引いていただきましたので、はい、今からこれをでは飲んでいただくようにします。うわ、やった森さん。はい、茶室もあるんやね。そうなんですね、ここね。で、あ、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。では、まずお茶を立てるんですけども、はい、これ茶杓ですね。この茶杓で、今引いていただいたお抹茶を山盛り2杯ほど。山盛り、はい、それもう1杯ぐらい、はい、はい、あるちょうどや。お湯はどれぐらい？あ、そんなもんですか。はい、100cc ぐらい。それくらいになったら表面の大きな泡を潰すような感じで表面をこう優しく撫でてあげると大きな泡が潰れてきます。あ、いい感じ、いい感じ。あ、もうそれでぐるっと、はい、はい、さあ、いただきましょうか。はい、お菓子からです。お菓子から、うん、うわ、習いましょう。これですよ。そうそうそう、お香りが、いや森さん、いいですよ、涙ぐんでますよ。やっぱり自分で積んで、うん、自分で引いた、うん、引いて、そして自分で立てる、立てて、うん、これなんでしょう、ちょ、感動しますね、うん、初から最後まで。これや、美味しい。積む、引く、立てる、飲む、うん、4つですよ。いや、美味しいですね。やっぱテーマパークね、うん、お茶のテーマパークやね。最後まで食してね。いや、それちゃん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。今もう新しいパターンできましたわ、うん、積む、引く、立てる、飲む。まあ、一つは急須で楽しんでいただいたり、あるいは茶筅で抹茶を立てる、畳の上でっていう、まあ文化というかっていうのはすごく大切ですから、これをまあ責任を持ってというかです、厚かましい話ですけれども、しっかりと守り続けるということが大事だ。これを知ってで、そうです、イエモンペットボトルに行かないと、これがあってペットボトルがありますから、やっぱこれ大事に。やったよ、お茶って奥深いですね。さあ9代目名残惜しいんですけれども、はい、続いての老舗をお願いします。中村水蘭さんをご紹介したいと思うんですけれども、うん、まあ、後継者であるんですけれど、これまた同志社大学の茶道部の後輩で、うん、続きますね。
これはあの今日のちょっとあの、うん、お使いいただいたあの茶碗とお菓子に乗っていたお皿が、まあ、彼が作った、もしもし、あもしもし、福寿園の福井です、はい、あのぜひ次紹介したいと思って電話してるんで、ありがとうございます、はい、今福井社長からあの紹介していただきまして、はい、今からなんですけども、あのロケに行かせてもらいたいと思うんですけども、大丈夫でしょうか。はい、お待ちしております。今作品をね、先生の作品を今見させてもらって、今先生の作品でお茶をいただきました、うん、え、あ、そうなんですか。はい、味がさらに美味しくなりました。沢森さん、はい、山科の水蘭工房さんですよ、はい、この住宅地にあります。あ、おられました。こんにちは、お世話になります。こんにちは、こんにちは、失礼しました。こうね、清水焼男子と申しまして、はい、いわゆる陶器屋さんが集まってるところなんですよ。京都のならではの、ね、僕地名だけかと思ったらそう違うんですね。もう工業団地になっておりまして、うわ、こちらが作業場。はい、エヴァと申しまして、エヴァっていう、はい、作品に色をつける工程をここで行っております。へー、初めてこういうの見させてもらいますが、ね、今はい、東大 の中村水蘭でございます。先生よろしくお願いします。こんにちは。色が綺麗ですね。いや、その陶器や京焼きっていうてもね、はい、いろんな焼き物の種類があるね、はい、その他の産地の焼き物いうのは材料やね、土やね、はい、焼き物焼くうちの土、京都の場合はこれパッと見て土が、まあ実は焼き物に適した土がなかったもんだから、はい、その土というのはなしに技術やね、はあ、それはね、お茶という世界がバックにあって、はい、そのお茶をやる人のことを好き者って言うんだけど、はい、その人たちがいろいろ日本各地のね、はい、名工なんかを呼んできて、こんなもん作ってくれへんか、はあ、また作らしたという、土がそこであったわけじゃないけども、技術がそこでずっと継承されていた。いや、でもこれ今先生がちょっとこう目の前にあるやつって、もうこれ柳田さん見てや、これですね、色がこれな、これ透き通ってて、これほんまや、ガラスやったら丸みやけども、ね、これをね、セルロースナノテクノロジーっていうか最新のな、もう難しいです。この頃はやな、新たに材料作っとるわけ。はあ、ちょっと待たせてもらっていいの。ああ、いいよ。そのことによって、はあ、新しいそのナノエクスタシー、エクスタシー、なんでしたっけ、エクスタシー言うてないよ、なんだよ、またね、分からへん、分からへん、エクロノジー、分からへん、次、つがはるけども、いっぱいここに、もうね、そうですね、見本もある、見本があるわけですからね、うん、はい、全部毛穴までなんかいっぱい吸い取らなきませんで、ね、なんでもそうやけど、関心のないものを見てたら必ず目に入る、手に入れられるということないから、やっぱり突き当たってね、ある面では手痛い失敗をして、はいはいはい、怒られてボロカス言われて、どうなのかなというところ、はい、自分が必要やと思うものを気づくいうこと、は、うん、気づかへんものをなんぼ見てても、うん、お前この間俺やっとったやないか、入ってもはーって言われる、うん、こっち勉強になるから、はい、やっぱまあ、教えてもらえることもいっぱいあったから、うん、職人の世界は盗むんじゃないと、うん、やっぱりこの意欲があったら勝手に見て覚えるんやという、そうそうそう、水蘭先生の言った言葉でよかったのは、やっぱ、うん、盗むにも技術がいると、いると、うん、そんな簡単に盗めないよと、うん、さあ恒例のお宝ですが、はい、もう目の前にありますよね。これはすごい期待できる。ゆっくり開けてもらえますか。ゆっくり開けてもらえますか、ね、はい、これ東大の作品なんですけれども、はいはい、うわやっぱり青が特徴的なんやな。はい、こちらが、はい、これ箱がこうありまして、はい、裏にこういう書き付けという、うん、はい、好みって書いてあるお好みの書き付けをいただいたものなんですけれども、はい、東大の作品で、今から35年ほど前に、はい、浦仙家の当時、うん、法雲斎お家元、うん、まあ、今大宗匠になられてるんですけども、うん、法雲斎お家元からその好みという、まあ、称号っていうんですかね、はいはい、書き付けを
この作品にいただいたんです、うん、を作ってるものからしてみたら、はいはい、本当に最高の栄誉と申しますか、うんうんうん、これがお宝というか間違いないね、はい、さあ正文さんが、はい、今、ね、どういう作業をなさってるんですか、ね、今この絵の具なんですけど、これ焼くと、はい、紫色になるんです。このような色になる。綺麗な色になるんですね。紫これ。これ紫色けどまたこれ色が。これをね、あの、すべて筆で塗っていきます。はあ、そういうことですか。ああ、なるほどなるほど。これで、あの、まあ、筆ムラが、はい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 、は一番つきにくい。そういうことか。全くいいですね。ない世界やけど。はい、これ面白いな、ね、ずっと見てしまいますね。これ今テレビご覧の皆さんでこういう世界憧れてる人も、はいはいはい、学生さんもいっぱいいるん違う、うんうんうん、ちょっと触らせてもらっていいですか、はい、これ柳田さんむちゃむちゃ綺麗。綺麗ですね。綺麗けどまたこの真ん中のここ、うん、ここはまたここまた行かなくて、ね、これまたええ仕事してはるなこれ 何入れるんですか。これ水差しって言ってお茶の、はい、あの手前で、あの、はい、水を入れて使うんです、はい、あのこっから釜に水を。独創的やな世界地図や、うん、いや世界地図でも地球儀ですやん、ね、あの東京オリンピックが決まった時に、はい、あのおそらくこういうお茶会で、はい、そういったあの海外からのお客さんをもてなす趣向っていうのがあると、はい、来るんやと来るんだということが言われておりまして、はいはい、まあ、そういう時に使える道具として、はい、まあ、こういったものを制作いたしました。これでもあの師匠譲りの青が綺麗ですね。これがね、はい、本当あの海の色の青にぴったりだったので、はい、ぴったりですよね。いい色が出たなと思ってます。お名前も、はい、中村スイランさんで、はい、今どういう気持ちですか。今やっやっぱりそうですね、うん、あのコロナでその景気とかがあるので、うん、その事業として、うん、あの継続するっていうことの大変さっていうのをものすごく痛感してますので、まさかまさかの事態ですね。そうですね、継ぐっていうからには守っていかないといくとか継続していくことっていうことですよね。この作る技術もそうなんですけど、うん、それをいかにその、うん、まあ、マーケット広げていかないと、ね、市場に対してアピールできるかっていう。でもやっぱ今時のとこありますよね、うん、確かにペットボトルの時代でお茶を飲めるんですけども、はい、その前にあのお茶をこうね立ててあの飲む器の凄さをスイランさんともに教えてもらったし、でこの味もやっぱこの福寿園さんに教えてもらったんで、やっぱりそこが原点やと思うね。お茶だけでも随分つながってますよね。うん、いやすごいよ、これますますこれお茶でどういうつながりを見せるのか。そう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 。楽しみです、ね。楽しみです。千年の都。